はい、今日の動画はね、多肉をね、始めてねもう6年ぐらいになる自分やけど、6年ぐらい経ってねようやくあの女性がね多肉を増やしたいというこう特性にね、やっと気づいた自分なんやけど、そういった中でね、特にねあの葉挿しとかこう増やしたりしようというこう努力というかね、試みをしなくてもどんどんこうね増えていく多肉が家にあるんでね、それをね、ちょっと今日は紹介していこうかなと思います。そのまんまね育ててもこうどん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 増えるからですね、増やしたい人にはね、もってこいじゃないかなとちょっと思ったんでね、紹介していこうと思うんやけど、まずはねこうあれやな、こうこれは小さい小型のね多肉の代表格のあれやね、ミニマレッドエッジやな。エッジがちょっとねそうなこう赤いんかな、まあなんかミニマだいたい赤いような気もするんですけどね。これがねほんと小型のタイプなんであんまりこう大きくなんないけど、こういうふうにねいろいろこうなんか出てくるんよね。これも小さに出てますけどね、これ撮影前にね相当ここら辺にね枯れ葉があったからこう取ったんですよ。だからこれこう空いてますけどね、これはどんどんねこういう風にねこぶいて増えてきますね。うん、だからこういったとことかこう取ってね分けられると思いますよ。こういうね隠れてるけど大きいこうこれはもう軸みたいになってますもんね。うん、ミニマ、まあミニマね他にもいろいろあるから、どれも似たようなね特性になるかなという気がしますけどね。はい、まずこれね。それと次がね、これがね、カタカナの名前が多いけど、これすごいよね。ビニオオヒコウやな。これがですね、先ほどね、ミニマと、オオヒキンシコウのね、後輩なんですって。で、オオヒキンシコウっていうのはね、あれですね、毛のモケモケしてるあの、瀬戸さんのね、瀬戸さん知り合ったの、まあ和名っていうかね、みたいなんですよ。ですので瀬戸さんみたいなねちょっとねモケモケの感がねねまあちょっとこう見る限りは出てねえかな。うん、ちょっと季節によったらなんか出てきてる気もするんやけどね。まあちょっとここではまあよりあれかな、ミニマの方が強いかなという感じですね。これもね多分本体は多分これだったと思うよね。だけどまあどんどんこう出てきてね、あちこちこうありますよね。これをまた分けていくとまたどんどん増えてきますからね。うん、2.5寸のねこういった小さいやつに植えててもまあこんな感じですよ。はい、どんどんやっぱミニマ関係はねミニマ後輩は、ものすごくやっぱこう増えていきますね。はい、これが、ビニオオヒコウやね。うん、で次がねこれやな。これね、持ってる方多いと思いますけど七福ビニやね。紅葉してね、だいぶいい感じになる。これもね間にねもう枯れ葉がるき随分ねまた取ったんですけどね。これがねこういうふうにこうねビニってついてるからミニマの後輩って僕先日まで思ってたんやけど、これあれですね、根岸後輩でピーコッキーとベラの後輩みたいなんですよね。うん、どんどん増えるから、てっきりね僕あれと思うんですよ、七福神とね、ミニマの後輩かなと思ってたけど、なんかあんまりそのこう名残っていうかあれはないなとかは思ってたんやけどね。だからちょっと勘違いしてました。うん、そういう風にねピーコッキーとベラの後輩でその、根岸後輩ってね、言われるやつの、品種ですね。これ結構育てやすいです。おすすめですね。うん、赤くてねいい感じです。これが七福ミニね。んでまあ自分の好きなねマカベアナニシキっていうのあるんやけど、これがねこれ確かね有機塩酸のなんやね、有機塩酸のマカベアナやな。これね、これもまたねたくさんね何個ありますかね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,6 個あるでしょうね。
こんな感じ、ちょっと淡い色合いがね、こういい感じですよね。まあこういうのがある。それとこれがね、ラウレンシスも、これもね増えるんすよ。これね、夏結構いろいろこう綺麗に整理して、これ確か植え替えたんよな。そしたらなんかまたいつの間にかね、ドーンとこう勢いが出てきてて、こういったところからまたどん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 こう子が出てきてね、もうなんかこう土が見えないというかね、あっちこっちあっち、これはねものすごく増えますよ。ちょっとね、もうちょっとこう締まった形がいいかもしれんけど、なんかすごいですよね、もうあちこち360度こういうね、あちこちから出てきても、これはまた増えますね。もうちょっとね、もうちょっといい形にしたいんやけどね。あ、これまで取らんでいいか。こういったのがありますね。ラウレンシスやな。で、これがね、これもね、どんどん小吹きますね。もともとは一つやったんやけどな。あ、ここにこう枯葉が、枯葉がありますけどね。あ、取れんな。あ、取れた。ね。まだね、こういうふうにね、いっぱいあるのよ、こういう間ね。だからこう、取っていかないとね、なんかこう、夏とか蒸れそうなんやね、こういったのはね。ね。こう、白に、枯葉も白やけね、わかりにくいんやけどね。これがね、リラシナとザラゴーサ SP ノバやったな。ノバもまたね、これが小ぶくからですね。こんな感じ。淡い色合いがね、いいでしょ。で、こういうふうに、ね、本体があって、こう、ぐるーっと、やっぱノバのような感じですよね。この増え方がね。1,2,3,4,5,6,7,8。これも8つぐらいあってね、360度ずーっとこうある。ね。こういうやつです。ね。リラシナと、ザラゴーサ SP ノバやな。それと、これ、もともと、こう、僕タイプかよくわかんないけどね。ミックスベリアのね、眠り姫。これもね、どん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 増えるんですよね。こう、3、4、5、6個ぐらいね、ありますけどね。はい。まあ、ちょっとこうね、紅葉してきて、ちょっとこう落ち着いた色合いというかね。そんな感じです。これがね、ミックスベリアの眠り姫やな。んで、これがね、これがね、大分のね、地元のミキさんからいただいたやつやな。これソプラノですね。これもまたね、これもすごいね。これこう、もともとの葉で、最近になってこう、中心点がね、どんどん成長してきてるからこう、周りのこう大きい葉とこうなんかね、バランスがこう違うというか、そういう感じなんですけど、これがまたねこれもね、もうだいぶまたこれ枯葉取ったんですけどね、やっぱそれでもね、この間々でこう取りそびれてますよね、やっぱね、これだけあるとね。あ、取れん。よしよし、こんな感じでね。これも10個以上あるね。これはね、2、4、6、8、12、3個あるでしょうかね。中にも隠れてるような感じでね、こう増えてますけどね。ね、こういったのはね、こういうふうにね、やっぱ枯れ葉取りが結構ね、めんどくさい。けどめんどくさいけど枯れ葉取りってこう楽しいっていうね、こうそういう矛盾があるんですけどね。枯葉をたくさん取るとこうなんか充実感がありますよね。ね、これソプラノ、はい、これもものすごくこう増えますね。こんな感じでですね。はい。それとこれが、これね、ちょっと大きいやつやけどな。これがね、花のバラ。もうちょっとね、紅葉するんかなと思いますけどね。こうエッジあたり赤いけどね。これがですね。花うららとね、ザラゴーサの交配みたいですね。本当はね、ここら辺もね、まあ、さっきみたいにバーッとこう枯れ葉があってぐっしりしてたんやけど、だいぶね、こう枯れ葉を取ったらこう間が出てこうすっきりしましたね。こんな感じです。これももうね、
どんどんこれ切って春に挿し木したらね、もう10個以上増えるからですね、うん、こういったのはもうね、春まで待ってね、それから挿し木にするとあっという間につくと思います。3月ね、じゃあな、半ばぐね、九州の場合だったら半ばぐらいからやると一番いいのかなという気しますけどね。したゴールデンウィーク前にはしっかりね、根付くだろうと思うんでね。はい、まあこう花のバラ、これも増えますね。それと、次がね、これいこうか、雪びな、雪、あ、まあ2つ同時いこうか。雪びなとね、これ雪びな、これ雪影ね、雪影がね、こっちね、雪影が、エレガンスね、星影やね、エレガンスイコール星影、センセメジオの後輩で、こちらの方が、本で見るとね、雪びなの方が、あの月が雪影より小型っていうけど、ほら鉢が大きいんでね、こっちの方がこう大きくなってますね。けど大きくなってるけども、この子っていうのでいけばね、またこれが小さいとか、ボコボコボコーってこうやって出てるでしょ。もうちょっとこれ何個増えてるか分かんないですね、これ。もうこれはもうちょっと、何株かこう判断できないというかね、うん、そんな感じになってますよ、はい。これもね、育てやすいしね、うん、まあこういうふうにね、ほっといても増えやすいというね、うん、こういったやつです、はい。というようなことでね、以上ね、自分みたいに、増やそうとしなくてもね、勝手にこう、勝手にと言ったらあれやけど、こういうふうにね、普通に育ててたら普通に何の努力というかね、特に同行することなく、増える多肉というようなことでね、今日は紹介しました、はい。だからまあ増やしていきたいなって思う人はね、今日ここねあるやつとか、まあ枯れるような機会があったらね、普通に育てていけばね、どん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 ね、差し木ないということは取っていくのがこうすごく楽だと思うんでですね、うん、ぜひ縁があったらね、買ってみたらどうかなというふうなことで今日は紹介しました、はい。というようなことで、今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録等ですね、よろしければお願いします。はい、それではまた。